では皆様お待ちかねの参政党代表兼事務局長で参議院議員の神谷総平代表よりお話しいただきます。神谷代表よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。紹介できました、参政党代表で参議院議員をしています神谷総平です。よろしくお願いします。はい、月曜日のですね、この夕方の時間に、たくさんの場所に慣れてありがとうございます。私実は、島根にですね、土曜日から入っておりまして、3日目でございます。何をしていたかというと、神社を巡っていたんですね。初日はですね、熊野神社とかですね、それから、美保神社の方も行ったり、佐田神社に行ったりしました。それから、木戸は出雲大社の方ですね、はい、皆様浜とかですね、そういったところをちょっと回って、今日はですね、大田市の方にちょっと行ってですね、はい、五郎梅神社とかですね、あっちの方にも行ってきました。ただまあ、何人か、参政党の方として回ってたんですけども、石見銀山も行きたいと、わらわら人がいるからですね、石見銀山に行きました。ただガイドの方が親切にですね、2時間ぐらいで回れますよって言うからですね、お願いしますって言ったらですね、3時間かかりました。あわや、このガイドカレッジで遅れるところでした。でも、3日間、なかなか島でずっと回るってないですから、初めてかもしれませんね、3日間ずっと回ったっていうのもね、非常に、島根のことが、よくわかりましたね。はい。ここはですね、私が住んでる石川県の能登地方もですね、かなり古いところです。大陸、関半島から渡来人が渡ってきたという城がたくさん残ってますね。今から5500年くらい前です。それと同時期に、この出雲にもですね、渡来人とか、たくさん渡ってきたというのは、当時一緒なんですね。そういうのがないです。で、その時期に作られた神社がたくさんあるそうなので、出雲大社は有名ですけども、今回30ぐらい神社もらったんですが、出雲大社が一番新しいとおっしゃってました。はい。それでも古いんですよ。出雲大社も古いんだけど、もっともっと古いんですよ。だから、少なくとも縄文人はいましたし、そこに渡来人がたくさんやってきてですね、数千年かけてこの文化ができているんですね。そういう地域に皆さん住んでらっしゃるんですよ。ね。さすが6000年も経つとね、いろいろ栄枯盛衰ありますよね。当時は文明の中心ですよ。出雲王朝があった時もここは文明の中心です。日本でも相当な中心です。石見銀山があった時も日本の中心ですよ。石見銀山ピークの時何万人いたか知ってますか？20万人いたらしいですよ、そこに。で、若干持ってるかもしれないけれども、でも20万人。そして、石見銀山の山の上にですね、1000軒家建ってたらしいですよ。5000人ぐらい住んでたらしいですよ。すごくないですか？20万人ですよ。今の島根県の人口54万人ぐらいですよ。ねえ、日本一人口が少ないのが島根県。私が生まれて育った福井県も70万人ぐらいで、だいぶ少ないんですけども。けども何が言いたいかっていうと、時代が移り変わるということです。だから別に少ないことばかりしてるんでもありません。ね。いい時期もあれば、ちょっと人が減る時期もあるというだけです。だから、今が少ないからといってですね、別に、ね、それで逃げすることもないんですよ。自信を失うこともないんです。ね、減るときもあれば増えるときもあるって話ですから。ね、東京なんか今多いですよね。もう、この間東京中央区の補選ありましたけども、ね、私たちが戦った江東区の人口が今島根県と同じぐらいです。55万人ぐらいですから。県一つと区一つが同じぐらいの人口。ね、それぐらい東京は人が集中してますけど、東京もいつまで人が住めるか分かりません。こんなことで怒られるかもしれないけど、それこそ大きな震災とかあったらですね、住んでられませんから。都会で、ね、それこそ食料危機が起きたらですね、都市には住んでられませんよ。そうなると、食料がなくなったりするとですね、一気に人が地方に流れてきます。なぜか自然があるから、土地があるからです。ね。だから、私は何を言いたいかというと、数千年スパンで我が国の歴史を見てみませんかってことが言いたいんです。そうすると、いい時もあれば悪い時もある。ね、でも、脈々とその時代その時代をみんな生き残ってきてるんですよ。困難の中で。さっき富山さんがね、内藤戦争を廃止されたけども、戦争の時大変でしたよ。けども、それを乗り越えて、今があるじゃないですか。今も大変ですよ。武力を使った戦争はしてないけど、経済戦争をものすごいやられてますよ。情報戦争をやられてます。ね。食糧戦争とか情報って、情報でもその、デジタルの戦争もこれから始まるかもしれませんね。マイナンバーカードとかでいろんな情報を紐付けて、ね、個人情報がどんどんと外国のデータセンターに流れていってますね。日本じゃないんですよ。我々の個人情報が管理されているのは。外国の資本のデータセンターに流れていってるわけです。これも一つの情報の取り合いですね。
こういったことを我々はしっかり認識しないといけない。そして、ね、今人口が多かろうが少なかろうが、地方だろうが都市部だろうが関係なく、次の時代をどうするかを考えないといけないです。島根県人口少ない、ね、浜町も人口少ないですよ、伊東ですから。けれども小さいからこそ、ね、今見たら人口が多いところ、経済が強いところがトップに行くように思うけれども、時代がひっくり返れば逆に今一番人口が少ないところが一番チャンスがあるかもしれない。そういうことを発想の転換で考える必要があるんです。誰が？子供たちです。子供たちですよ。だから我々大人は、私もおそらく50ですから、ね、我々大人は今を見ていればいいかもしれないけれども、子供や孫の世代には未来を考えさせましょう。その時に大事なのがやはり歴史を知っているということです。そしてこの島根県には数千年、どう短く見ても数千年の歴史がありますよ、ね、そして何回も日本の中心になった地域じゃないですか。出雲王朝があった時、与那国銀山があった時、で北前船があった時、そういった時に島根は栄えてたんです。それが明治維新になって東京に中心が移ってからですね、今あっちの方が栄えてるけれども、そんなのは今の時代がそうだからであって、一生続くとは限らないわけです。そうなると次の時代どんな社会を作るのか、どういう国家戦略を作るのかによってですね、でまたこの島根県にですね、人がたくさん集まってくるとか、経済の中心とか政治の中心がやってくるということは大いにあり得るんです。あり得るんです。歴史を知らない人は笑うでしょう。ね、島根みたいな過疎の県だとかいう人もいるかもしれない。けれども島根県民はそんなこと思っちゃいけないんです。輝かしい歴史があるわけです。先人たちから受け継いでみたものがあるわけです。その中で、次は俺たちがまた頑張るぞというふうな希望とか気概をですね、与えるために子供たちに教育をしていかないといけない。それがさっき富山さんが言ってた、信用してないで国が褒めるってそういうことだと思うんです。自分たちの先人たちが築き上げてきたものを忘れてしまったら、頑張れなくなるからです。戦えなくなるからです。別に戦うのは人と戦うんじゃないんですよ。自分たち自身と戦うんです。自信を失わないこと、卑下しないこと、諦めないこと、ね、こっからの時代をどう作っていくのかということを考えるために、子供たちは学校に行くんです。それを考えるために政治家がいるんです。もうダメだとか、過疎だからしょうがないとか、諦めてる政治家は、もう皆さん首を切ってください。選挙で落としてください。ね、それを考えるのが政治家の仕事でしょと。次どうするかを考えるのが政治家の仕事でしょと。政治家が諦めてどうするんですか。市長とか議員が諦めてどうするんですか。市役所の職員が諦めてどうするんですか。そんな大人が諦めたら子供も孫も逃げてきますよ。どんどん都会に逃げてきちゃいますよ。そうじゃないんだと。今は島根県はこういう現状がある。確かに現状は良くないかもしれない。が、ね、400年前を見ろと。あの山の上に、ね、あの山の中に20万人住んでたんだぞと。それは金を掘るっていう、ね、そういう仕事をしてたからですよ。江戸幕府はすごいですね。狂気でびっくりしました。もともとね、大内とか毛利が治めた時は、銀山全体で税を治めたそうですが、徳川幕府になると、個人経営していいよ。掘ったら掘った分あなたの分にしていいけど、税金を納めてください。頑張った分だけあなたの収入増えますってしたんですよ。個人経営に切り替えたんです。税率何パーセントだったんですか、4人銀山の税率。大体ね、残ってる資料で言うと、20% から 30% ですって。働いた部分の 20% から 30% しか取られてなかったんですよ。今の我々何パーセント取られてますか。ねえ、50% なんです、50%。ねえ、徳川幕府の倍、ね、今の日本政府は我々が税金取ってるわけですよ。ねえ、今、兵がやってますね。もしも徳川家康が総理大臣になったら。ねえ、徳川家康に総理大臣やってもらいましょうよ。税金下がりますよ。ねえ、我々参政党は徳川家康みたいな政治をしたいと思っています。平和で安定して、争いのないようを作りたいと思います。それまで戦国時代だったから。ね、いろんな制度考えたじゃないですか、徳川幕府は。ね、確かに、ね、小沢大名とか暴れないように監視もしましたよ。ね、けれども、とにかくどうすれば、ね、地域経済良くなるか。参勤交代だってね、遠いところの小沢大名は大変だけど、その途中の宿場町は儲かるわけですよ。ね、行ったり来たりしてくれるから、強制的に参勤交代ですからね。それで宿場町が栄えたわけでしょ。ね、それから海外の貿易もちゃんとしましたよ。ね、で、国防もちゃんとやってたから、外国に植民地栄えなかったじゃないですか、260年間。
ね、我々参政党を目指すのってそういう政治です。ね、でそういうことを我々はちょっと歴史を勉強すれば分かるわけですよ。で200ね、400年前にはそういう、まあ、今で言うと総理大臣、政治のリーダーがいたわけですから、徳川家康ができて、今の我々日本人にできないことってないはずじゃないですか。当時より4倍の人口いるんですよ。ね、江戸時代よりも4倍の人口いるんだから、これから我々の子供や孫を徳川家康にしたらいいじゃないですか。ね、島根県も総理大臣出してるでしょ。私の雰囲気は総理大臣出してないから。島根県は総理大臣を出せる県だったということですよ。ね、そのプライドを皆さん知らないでくださいよ。地域プライドを。ね、目の前の課題だけを見てもうダメだとか言わないでくださいよ。ね、そういうことを私は地方の皆さんと一緒に考えたい。国会議員ですから、ね、いろいろなことばっかり言うなと、ね、夢ばっかり語るなと言われるかもしれないけれども、私も繰り返し言いますが、福井の田舎の出身です。人口1万人ぐらいの原発の町の出身です。ね、今なかなか大変ですよ、原発を止められてね。でも、だからといって諦めちゃいけないと思ってます。でなんで地方が今衰退してるのかって原因を考えましょうよ。なんで島根県人がいなくなりますか。仕事がないんでしょ。じゃあ、もともと地方で行く仕事って何ですか。一次産業ですよ。それから、インフラ整備とかの公共事業ですよ。そういったものを、この数十年、二、三十年、自民党がちゃんと維持してこなかったから、ね、緊縮財政とかやってるからこんなことになってるわけですよ。ね、でも国債が溜まって、国債残高が多いから、プライマリーバランス黒字化しないと、とか一生懸命言ってますけど、今の政府は。そもそも、プライマリーバランスが崩れたのは、消費税を始めてからです。やめましょうよ、消費税一回。試しに。ね。それで混乱するって言われてもですね、そんな今までみたいに30年間民間サラリー続けるぐらいだったら、一回消費税やめましょうよ。ね。そして地域にちゃんとお金回しましょうよ。一次産業を守りましょうよ。ね。一次産業の人たちの所得保障しましょうよ。一次産業でしっかり飯が食えるようにしないといけないわけです。ね。農業を守ることは、食料の安全保障につながります。ね、山や森を守ることは環境保全につながるんですよ。ね、メガソーラーとか風力発電ばっかりやってたらダメです。環境がどんどん悪くなるから。ね、今日も海沿い走ってたら風車がいっぱいありましたよ。ね、ソーラーパネルは今日はたくさん見たかったけれども、やっぱりああいうね、景観のいいところに風車がね、どん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 立ってるのを見ると悲しくなります。行きも帰りも見たんですけど、風車一回も回ってなかった。ね、そんなに風吹いてないと思って。ねえ、何やってんのって思いますよね。そういうことをですね、みんなでちゃんと声を上げるんです。ね、地方が、ね、確か一人一票だから、都市部の人の声がね、やっぱりどうしても反映されやすい日本ですよ。ね、もう私はね、鹿とか熊とかに勇気一票上げたらいいんじゃないかと思うぐらいです。広いんだから、地方の方が。一人一票ね、こんなこと言ったらまだ怒れるかもしれないけど、一人一票が絶対だと思っていません。はい、だって都市の人は、勝手に都市には通ってんだから。地方の人はやっぱりなかなか大変ですよ。一人当たりで人口密度低いですから、それだけたくさんのエリアを見ないといけないですから、山ありますから、山手入れしないと、ほっといたら荒れますよ。ね、海も川もそうです。自然ってほっといたら荒れるんです。そこに日本人は数千年前からずっと手を入れてきたんです。ね、そこに価値を見出してきたんです。ね、それを守ってきたんですよ、為政者が。ね、地方にはたくさんの寺社仏閣もまだ残ってます。ね、それも為政者がちゃんとお金を払って、今っていうところを税金補助をつけて守ってきたんですよ。今の政府守ってないじゃないですか。ね、だからね、地域の経済とか伝統文化を守っていかないと、必ず我が国は衰退します。経済合理性だけで物事を見ていたら、地方から人がいなくなります。で、そこにですね、昔みたいに技術を持った渡来人が来るならいいけれども、今、日本の土地とか資源とかを買おうという外国資本がやってきています。ね、彼らは別に日本人と一緒になって地域を良くしようとかね、で、この地域に住んで一緒に皆さんと社会を作っていこうとか、そういうことやらないから、経済合理性だけで物事を見て、ね、安く買って高く売る、ね。もしくは何か国からですね、補助金を取って、それで儲けて、で、最後は多分ゴミ残して帰ってきますよ。ね、そんなことを絶対やらせちゃいけないんです。ね。だからこの根底にあるのが、ね、私は地域の人たち、地方の人たちが、ちょっと弱気になってることだと思うんです。
これから人口が減るからしょうがないとか、もう経済が回らないからしょうがないとか、若い人がいないからしょうがないとか、しょうがないしょうがないって言ってる声たくさん聞くんですけど、私はそれをやめてもらいたい。現状がまずいんだったら、まずそれは認識することが大事です。課題を認識することが大事けれども、それをしょうがないんじゃなくて、じゃあどうすればいいかをみんなで考えてほしい。今日この後参戦党でね、私東京の皆さんと40人ぐらいで一緒にですねワークショップやろうと思います。それ考えるんですよ、みんなで。これからどうすればいいかって。それを一緒にやりたいのが参政党です。参政党で、さっき前田さんもおっしゃったけど、私国会に一人しかいませんから、国会に多数決で物事を決めるとか、多くの予算を取ると今できません。まだできません。でも、できることがあります。それはこうやって皆さんにメッセージを送ること。それから皆さんと一緒に考えること。皆さんが諦めそうになっている気持ちを、それじゃダメだよって言って鼓舞すること。それはね、国会に一人で、町議員130人でもできるんです。そういうことを一緒にやっていきたいのが参政党。そして、我々参政党の議員が考えるとかじゃなくて、国民の皆さんに、島根県の皆さんに、島根の未来とか地域の未来を考えてもらいたいんですよ。これからどうするかって。これからどういう社会になるから、島根はこうやって食っていこうとか、こうやって生きていこうとか。で、観光資源、で歴史文化、伝統、さらほどあるじゃないですか。東京にはないものが山ほどありますよ。東京にあって島根にないものばっかり見るから、何か気持ちが小さくなるんです。東京になって島根にあるものは何ですかと。そういうものたくさんあるじゃないですか。そういったものの中で何をするかっていうことを大人と子供が一緒になって考えるんです。子供もそういうことをメインで考えるんです。いや、そういうことを考えるために学校に行かせるんです。テスト勉強で点数を取っていい大学に入りましょう、一挙に入りましょうなんて言ってももうダメ。いい企業って給料が高い企業のことでしょ。それも外資に買われてるもん、株。じゃあ結局外国人の投資家のために働くことになるじゃないですか。そんなの地域や日本のためになんないですよ。それよりも、もちろんお金を稼げた方がいいけれども、誰かが作った外資に株を買われてるような企業に行くんじゃなくて、この地域で企業を作りましょうよ。この地域でどうやってお金稼げるかを考えさせましょうよ、子供たちに。そういうことを勉強してもらったら楽しいですよ、子供たち。絶対。だってダメだって私もそうですけど、本来生まれ育った地域で暮らしたいはずなんです。ね。ただ、そういう条件が整わないから、結局会社がないからとか、ね、いろんな理由で出てかざるを得ないわけでしょ。けど結局、お父さんお母さんが年取ってね、介護とか必要になったり、入院しちゃったりしちゃったら、やっぱり心配なわけですよ。ね。でも、なかなか仕事がないから帰れないみたいな、そういう高さになるわけじゃないですか。ね、そうならないようにするにはどうしたらいいかということを学生のうちから考えさせるんです。今のうちから考えさせないと、就職してからでは遅い。東京の大学に行ってからでは遅いんです。小中学校の時に考えると、それを考えてもらいたいんですよ、雲南市の皆さん。ね、そういうことを考えるのが市長とか議員とか役所の職員さんの仕事です。雲南市の子供の教育は雲南市の人が考えるしかないんだから、文部科学省の役人に考えちゃったらダメです。文部大臣だから何も考えてないと思います。でしょ？ね、だから雲南市の教育は、島根県の教育は島根の人が考えるしかないんですよ。そして島根には課題がある、確かにあるでしょう。じゃあそれを逆手にとって、それを判定させるにはどうしたらいいのかっていうことを考えさせる、考えられる人間を育てるのがこの地域の課題ですよ。それを皆さんと一緒にやりたいんです、我々参政党は。参政党の政策の一丁目一番地は教育ですから、人づくりですから。日本人、日本の強い日本人としての誇りを持って地域を愛して、ね、国のために自分も何かやろう、地域のために頑張ろう、家族を大切にしよう、ね、そういう人を育てていかないと、今だけ金だけ自分だけの人間をいくら育てたって、そんなのは世界の金を持っているグローバルエリートの手のひらの上で踊らされるだけです。踊らされてる人いっぱいいますよ。東京行って見てください。経済合理性だけで考えてる人いっぱいいるから、そんなことやったって儲からないとか、政治やってなんか儲かるのと、ね。カリアさん、きれい事言ってるけど、裏じゃなんか悪いことしてるんでしょとかすぐ言うわけですよ。なぜなら自分たちがそう考えるからですよ。そんなんで政治なんかやったって儲かりませんよ。時間なくなるだけですよ。誹謗中傷受けるだけですよ。バカバカしいですよ、そんなことで考えたら。けれども、個人の損得を超えたところでやってるから参政党なんです。個人の損得を超えたところでやろうとしたから新しい政党を作ったわけですよ。損得考えたら自民党入ってるのは簡単じゃないですか。ね、もうすでにあるんだから、組織あるんだから。
でも自民党のやってることはこの20年、30年おかしくて、どん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 日本の地方とか、国民がね、貧しくなってるから、衰退してるから、それを反転させたいと。それには、俺の言うことを聞いてついてこいじゃなくて、みんなで一緒に地域の課題を考えましょうっていう政治が必要だと思ったわけですよ。それを皆さんと一緒にやるしかないと思ったわけです。そういう政治家がいないんだったら、自分たちの地域で皆さんが育てるしかないと私は思っています。ね、どんなから急に白馬のね、ポスターみたいな、いい政治やってるわけじゃないんですよ。そういうのね、日本で期待すぎ。いません、そんなの。私も政治に20年ぐらい関わってますけど、本当にこの人に総理大臣やってもらいたいなっていうのほぼいませんから。いません。だから作るしかないんです。育てるしかないんです。それには、ね、誰かやってくれないからじゃなくて、私たちもそういうことを考えようと。全員がそんなね、政治家リーダーになれるわけじゃないけれども、けれども、それを、ね、どうやってこの地域でできるかっていう、その仕組み、教育とか、企業、会社を作る企業の方とかね、そういった仕組みをどう作るかを考えるんです。若いを中心に、ね、そして政治家に提案するんですよ。こういうことやってくれと。で政治家やってくれなかったら、みんなで選挙で落とせばいいんですよ。そしてやってくれそうな仲間を自分たちで市長とか、市議会議員にすればいいんです。雲南市の市長とか、雲南市の議員にしていけばいいんですよ。で、島根の知事にしていけばいいわけですよ。東京から降ってくる官僚を待ってちゃダメです。島根のことは島根で決めるんだと。ね、そんな東京とか、もう言いなりにならないぞと。いうような人をこの地域から育てていくしかありません。そういうねことを昔の日本はやってたんです。江戸時代ぐらいまではそれが明治で中央集権になって、明治政府以降ですね、イギリスにだいぶ介入されてね、それをやらなくなった。大体もう全部東京になっちゃったわけです。中心がそれでまだ最初は良かったんですよ。地方の優秀な人材が東京に集まっていたから。でももう東京中心になって何十年もやってる間に地方からそういうのが出にくくなってしまったんです。そして戦後、GHQ は変な教育を始めてですね、日本人の精神の根っこをへし折ってしまったから、日本人としてのアイデンティティとか、地域に対する愛着とか、そういうものを皆さんが持てなくなってしまった。それで今のこの結果ですから。今、2024年の日本が衰退しているのは、急にこうなったわけではありません。その原因は、もちろん大東亜戦争の敗戦にもあるし、もっと言えば明治維新にもあるし、で150年、200年ぐらいのスパンで今こうなる原因が生まれているわけです。その原因は何かを考える、ね、そしてその上で島根県が今どういう現状かということを分析する。そういった歴史的経緯と今の現状分析の中で次を考えるんです。でなかなかアイデアが浮かばなかったら、私がさっき言ったように数百年、数千年前の歴史も学べばいい。そしたら数千年ぐらい遡れば同じような困難な時代ってあったんですよ、絶対に。でもそれを乗り越えたからまだここに日本人がいるんです。我々いるんです。だからそうやって先人が乗り越えてきたのに、我々の代で諦めてもうダメですってお手上げしたらかっこ悪いじゃないですか。先輩たちにも未来の子供たちにも申し訳が立たないじゃないですか。そういう思いを国民一人一人が自分のそれぞれの立場で持つことが大事なんです。それを義務教育でやらないといけないんです。それを地域の教育でやらないといけないんです。参政党はまだそういうモデルがなかなかないですから、そういったモデルを地域地域の議員さんとか市長さんと協力して作っていきたいと思います。そして今国会議員は私一人しかいないから本当にね微力で申し訳ないんですけれども、けれども微力でも無力ではないから、たった一人でも私は無力じゃないと思ってるんです。だから岩にねこうして穴を開けるようにとにかく言い続けますよ。ねえ、バカにされるけどねえ、そんなのできるかって言われるけど、でもね一人でも諦めてないやつが必要なんです。そういうやついるよねと。国会議員で神谷っていうのがいて、賛成の神谷っていうのがいて、ね、いつも発言して負けまくってるんだけど、でもあいつはいつも同じこと言ってると。で彼が言ってることは日本のことを考えてると。ね、本気でみんな何とかしようと思ってると。そういうことを、やっぱり皆さんにメッセージを送る人が必要だと思って、私は国会議員をやらせてもらっています。そういう思いで、今日ね、この大会の議員の党員さんたちも頑張ってくださっています。ということで、今日集まってね、学生さんも見てくださってますけど、ぜひですね、今日、参政党ってそういう党なんだと、参政党代表はそういう思いでやってるんだというのを知っていただいた方はですね、また参政党のホームページとか見てですね、サポーター員になっていただいて、情報を取ってください。ここはね、ブレてませんから、ずっと言ってるんだ私、20年間ぐらい。昨日、今日、ね、国会議員になってから言い始めたわけじゃないし、国会議員になりたくて言い始めたわけでもないし、ね、
今日本の課題はこれなんですよっていうのが今日私がお話したことです。そして地方の人口が少ないところ、今過疎になっているようなところほど、ね、自信を失ってるんですよ。自信を失ってるんです、ね、で都会とかでまだ困ってないところは逆にもうね、考えてない思考停止してるんです、ね、油断してるんです、ね、余裕があるとか油断してるし、もうあの地方は新創出してるんですよ、ね、これはもったいない。だからまず、ね、地方は自信を取り戻してどうするかを戦略的に考えていくこと、そして都会の方で余裕があるところはですね、明日は我が身だと思って今のうちからちゃんと備えておくことですよ。いろんな有事に対して、戦争とか震災とかね、今回代表もありましたし、パンデミックもあるのかもしれないだけど、でもそうなった時にじゃあ次どうするかっていうことを考えておかないといけないんです。当たり前なんですよ。本来動物っていうのは危機管理をしないといけないんです。それがいつの間にかその危機管理ができなくなってるんです。日本は教育によってマスコミによってね、それでみんなですねもう流されて困った困ったって言ってるのが今の現状です。それを変える、それをみんなで変える、そのために我々は参政党やっていますので、ぜひですね今日はそういうことなのかというふうにご理解いただいた方はですね、一緒に参政党で考えていただきたいと思います。サポーターなんてお金もかかりませんし、メール見たり動画見たりするのはお金かかりません。別にね、それはもちろん投票を払ってもらう方はありがたいですけれども、お金かけなくても政治なんか参加できますから、ぜひ今日きっかけにですね参政党のことを知っていただいて、またこの島根県でもそういったことを考える人がたくさん増えるようなチームをですね、皆さん一緒になって作っていただきたいと思います。はい、久々に島根で演説をさせていただきました。長時間ご清聴ありがとうございました。